ペピン軍はアメリカが州国テネシー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,237人であり、2000年の27,776人から1.7%増加した。軍庁所在地はジャスパー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マリオン軍はジョージア州にもまたがるチャタヌーが大都市圏に属している。 マリオン軍は1817年にチェロキー族の領土から分離して設立された。1779年、チェロキー族集長ドラッキングカヌーがチカマウガクリークからランニングウォータークリークまでテネシー川を降り、ニッカジャック洞窟入り口前にニッカジャックという部族集落の建設に貢献した。1794年、この集落が攻撃され、焼かれた。この攻撃は、 ナッシュビル出身のジェームズ・オア・タイサが率いていた。この集落は再建され、チェロキー族、チカマウガバンドが住み続けていたが、1838年、テネシー州、アラバマ州、ジョージア州に残っていたインディアンがすべて移住させられた。1861年春、チャタヌーガのロバート・クレイブンスが、日カジャック洞窟で火薬の主成分である小石の採掘を始めた。 この事業は後にアメリカ連合国小石局が引き継いだ。ある時点ではこの日課ジャック洞窟がアメリカ連合国の主要な小石採掘場になっていた。南北戦争中、船でテネシー川を上り降りする数多い兵士が日課ジャック洞窟を訪れていた。もう一つ、南北戦争中の重要な小石採掘場としてモントイーグルの南東約4マイルにある。 警部後部のモントイーグル小石洞窟があった。戦中にはバトルクリーク洞窟と呼ばれていた。1917年にこの洞窟を訪れた人は、道内に25内市30の昔のホッパーが残っていると報告していた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は512平方マイルであり、このうち陸地498平方マイル。 水域は14平方マイルで、水域率は2.72%である。マリオン郡空港、別名ブラウン飛行場は、マリオン郡が所有する公共用途空港であり、ジャスパー市中心事業地区から南東4海里に位置している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の学校として、マリオン群高校、サウスピッツバーグ高校、 ウィットウェール高校のほか中学校1校、小学校4校がある。ホスター滝は、ファイアリー・ギザード・トレイルの一端にあり、この道は、グランディ軍にも続いている日課ジャック洞窟は、テネシー川の西岸、シェルマウンド・ステーションの南0.6マイルにあり、州内でも、歴史のある洞窟である。現在は、ニューホープ市が運営する公園の中にある。 洞窟の入り口にある展望台まで舗装された歩道があり、コウモリが出入りする様子を見ることができる。この洞窟は観光用に使われていたが、1968年にテネシー川流域開発公社によって水没させられた。公社はヘールズバーダムの建設以来20年間水漏れ対策を打ってきたが、それでも水漏れが続いた後、 ダムの航行用項門を広げることは効果に過ぎると判断した。1968年、校舎は6マイル下流の日カジャックダムの建設で置き換えることを決め、日カジャック洞窟が水没することになった。マリオン郡には地元、地域、全国のメディアの支局があり、テネシー州、アラバマ州、ジョージア州、ノースカロライナ州の約100万人をカバーしている。 チャタヌーガタイムズフリープレスの本社地域唯一の日刊誌、チャタヌーガタイムズフリープレスは毎朝発行されている。半世紀にわたってライバル同士だったタイムズとニューズフリープレスが合併して作られた。タイムズはかつてアドルフ・オックスが所有しており、後にはニューヨークタイムズを買収した。タイムズは長官誌であり、外資でリベラルな編集だった。ニューズフリープレスは 昔の合併によってできた名前であり、有関紙であり、編集はタイムズより保守的だった。1999年、フリープレスがアーカンソーデモクラットガゼットが身を発行していたアーカンソー州のウェクコメディア社によって買収され、その後、ウェクコメディア社がオックスの証券者からタイムズを買収した。タイムズフリープレスは論説ページが 唯一二ページあることで国内でも知られている新聞であり、それぞれのページが正解の両極を反映していた。リベラルであるタイムズの論説ページは左側に、保守的であるフリープレスの論説ページは右側にある。ジャスパー・ジャーナルは週刊の新聞であり、地域の行事を含め軍内外のニュースを報道している。軍周辺の話題を掲載し、ビットウェルに 固有の出来事などをカバーする、ウィットウェル・プログレスという記事も載せている。サウスピッツバーグにある、マリオン軍新聞社が発行している。サウスピッツバーグハスラーも週刊誌であり、やはり、マリオン軍新聞社が発行している。地元民からは、ザ・ハスラーと呼ばれ、マリオン軍周辺の記事を載せるが、サウスピッツバーグ固有の話題が多い。ウェブサイト、 m a r i o n c o u n t y m e s s e n g e r c o m は、マリオン軍とシクアッチーバレー周辺のニュースに特化する、オンラインニュースである。発行元は、ローガン・カーマイケルが主催するカーマイケルメディアである。カーマイケルは、元、チャタヌーガの WPLZ ラジオ局のニュース記者かつ、レポーターであり、マリオン軍で長く、ラジオニュースのディレクターを務めていた。 2010年12月に始められた maryoncountymesenger.com、e、s, s、e N G e、R. は毎日更新され急速に広がるインターネットのニュースあるいはウェブのみの新聞の開拓者となり幅広い読者を集めている maryoncountynews.net はマリオン郡新聞社のオンラインサイトであるジャスパージャーナルと サウスピッツバーグハスラーの記事を掲載している。地元のニュースや情報など週に何回か更新されている。マリオン軍はジャタヌーガアービトロンラジオ市場に属している。軍内では AM、FM 各2局が免許を得て放送を流している。マリオン軍はチャタヌーガテレビ市場に属している。ケーブルテレビの会社としてはチャーターコミュニケーションズやトリニティケーブルがある。 ありがとうございます。